皆さんこんにちは、商用キネマです。FX30 を買って、まず一番最初にやるべきことは、ソフトウェアのアップデートです。はい、それでは、アップデートの方をやっていきたいんですけれども、まずそのアップデートの情報ですけれども、ソニーのまずサイトにアクセスをしてください。で、ここかな。サポート、総合サポート問い合わせの中から、本体、ソフト本体のアップデートっていうボタンがあるので、これを押してください。で、そうすると何のアップデートをしますかですので、これはデジタルカメラ、ビデオカメラでいいかな。はい、こちらを押してください。本体アップデート情報かな。こちらを見てもらうと、FX30 はプロフェッショナルカムコーダーのこのカテゴリーですので、ここを見てください。この一覧のところに FX30 が載っています。で、詳細ページを見てみましょう。よいしょ。はい、そうすると、いろいろアップデート後はこういうことになりますよっていうことが書かれております。ご注意。必ずバージョン 1.05 にアップデートした上で、バージョン 2.0 にアップデートしてください。で、バージョン 1.05 のダウンロードはこちらということですので、まずこの本体のバージョンがいくつかっていうのをちょっと、調べないといけないということがわかります。はい、そうしましたら、今 FX30 の設定画面が見えてると思います。まず FX30 の方でこの中に入っているソフトのバージョンを確認します。確認する場所は一番下、なんかスーツケースみたいなアイコンですね。そちらを横へ入っていくと、セットアップオプションですね。12番のセットアップオプションの中にバージョンっていうのがあるので、これを見てみると、ボディが FX30 のバージョンが 1.0 ですので、先ほどの1.05 にまずアップデートをする必要がありますので、まずそちらの方からやっていきたいと思います。 1.05 のダウンロードはこちら、これを押していきます。はい、そうするとここですね、以下のリンクから本体のソフトウェアアップデートファイルをパソコン上にダウンロードしてくださいとあるので、これ同意してダウンロードしていきます。ソフトウェアアップデートのデータの入ったメモリーカードを準備。事前にメモリーカードをフォーマットしておいてください。なので、メモリーカードをまず初期化、フォーマットする必要がありますので、そちらの方をしておきます。はい、それでは今ダウンロードが完了しました。このファイルですね。このファイルがアップデートのファイルになります。これをメモリーカードに入れていくっていうことなので、ちょっとコードでつなぎます。はい、今パソコンとカメラをコードでつなぎました。で、画像伝送ですね。画像伝送。やると、パソコン側にストレージが見えてきますので、アンタイトルドかな。アンタイトルドを開いてあげると、そうですね、この状態にしてあげるプライベートっていうフォルダーが見えてる直下にここにデータを入れてということですので、このままドーンとここへ移します。今、メモリーカードスロット1に入っているメモリーカードに入れてください。今それが入ってますので、セットアップオプションですね、セットアップオプション、このスーツケースのアイコンからセットアップオプション、12番ですね、セットアップオプションからバージョンに入ります。バージョン、よいしょ。はい、そうすると、バージョンが 1.02 以下になっていることを確認して、ソフトウェアアップデートをクリックして OK をします。ソフトウェアアップデート、これですね、1から、1.0 から 1.05 にアップしますよですので、電源切ったりしないでね。いろいろ注意事項がありますよ。よいしょ。で、実行を押します。アクセスランプ。あ、ついてますね。アクセスランプ。これですね。
アクセスランプ、こいつが進行状況により点滅1回、点滅3回、点滅5回となりますと。これ今1回ですかね、これは。はい、じゃあこの状態しばらく待ちたいと思います。はい、いいですね。今ボディアップデートが完了しましたっていうメッセージが出ましたの で、これ確認ボタンを押せばいいのかな。押します。こっちで、さっきのまたバージョン情報のところで、あ、 1.05、 ここですね、 1.05 になってますので、はい、大丈夫です。一応 1.05 までバージョンアップできました。はい、そうしましたら続いて続きのアップデートをやっていきます。バージョン 2.0 までアップデートをしていきたいと思います。これですね、ダウンロードしていきます。はい、いいですね。 1.5 にしてからやってよということですので、さっきやったので OK です。一応下まで読んで同意します。はい、じゃあダウンロード中です。メモリーカードの方をフォーマット先にしておきたいと思います。はい、それでは今ダウンロードが終わりましたので、またカメラの方のメモリーカードの方に移していきたいと思います。はい、これが今、ダウンロードしたファイルになりますので、さっきのプライベートと同じ階層ですね、ここの方に入れていきます。はい、そしたらまたアップデートかけていきたいと思います。よいしょ。はい、じゃあ一番下のスーツケースのアイコンから、12番セットアップオプションのバージョン、ソフトウェアアップデートで注意事項を下までずっと見ていって、じゃあ実行をしていきたいと思います。はい、実行。はい、では今ボディアップデートが完了しましたっていうメッセージが出ましたので確認していきたいと思います。なんかアプリがあれですね、なんか変わるみたいですね。とりあえずこれ後でアップデートしましょう。閉じるはセットアップオプションのバージョンを見てみます。よいしょ。はい、バージョン 2.0 になってますので、いいですね、バージョン 2.0 になってますので、はい、じゃあこれでアップデート無事完了しました。はい、それでは、クリエイターズアプリをダウンロードしましたので、FX30 とペアリングをしていきたいと思います。まずそうですね、ネットワークのところから、スマートフォンの、接続機能からスマートフォンに接続ですね。で、クリエイターズアプリのスマートフォンと接続するを押します。押します。押すと同時にこちら側も、同意して次へ。同意してアプリを開始する。メンバーシップは後で登録。あなたについて教えてください。まあ、ここは何でもいいと思います。何でもいいと思います。よいしょ。保存してアプリを利用する。写真へのアクセスですね。アプリの通知。で、カメラと接続するを押していきます。で、そうすると、なんか出てきますので、次へ。で、FX30 ありますので、次へ。で、次の画面で許可をするでいいかな。次へ。で、アプリ使用中は許可。Bluetooth が使用を求めてます。OK。で、許可。で、FX30 が出てますので、接続をします。で、そうすると、あ、スマートフォンと接続しますかっていうのがカメラの方に出ましたので、OK を押します。はい、そうすると、iPad、スマホの方でペアリングを求めてきますので、ペアリングをかけていきます。あ、外、あ、カメラ接続しました。 OK。 うん、ここでいいのかな。リモート撮影してみようか。リモート撮影、
接続しますか。接続でいいかな。状態確認。あ、行きましたね。あ、行ったね。5ギガ帯は屋外では法令によって制限される場合があります。まあいいでしょう。あ、これで今、もうこれリモート撮影できてますね。ん？あれ？でも動いてない。動いてない。あ、動いてる動いてる。動いてるけど、ちょっと遅いな。遅いっすね。こんなもん？こんな感じですかね。はい、じゃあとりあえずちょっとあんまり綺麗じゃないですけど、綺麗じゃないですけど、まずシャッタースピードがここで変えれるよ、変えれるよ。反応がちょっとあんまり良くないか、反応が良くないのか。ここでレックが押せるのかな。あ、レックが押せますね。ここでレックが押せる。レックが押せるのはいいですね。うん。アプリの方でレックボタンを押すと、あ、今こうタリーランプつきましたね。つきましたね。こうレックができるっていうのは、これはいいですね。で、正直、シャッタースピードとかの反応、あ、まあ反応してるね。いいっすね。シャッタースピード、F 値。なんで 3.2 より落ちない？ちょっとやっぱ反応遅いかな。いそう。まあ、いろいろとこちらのアプリの方で、まあ一応操作ができますよということですね。まあ、このソフトはまあちょっといろいろ使ってみてという感じです。はい、じゃあとりあえず FX30 のまずアップデート、ソフトウェアのアップデートができました。で、新しいアプリ、クリエイターズアプリっていうのをスマホの方に入れて、一応こう映像が転送されていくよっていうのが確認できました。まあカメラ買ったらまず一番最初にやるべきことはこれじゃないかなというふうに思いますので、皆さんもぜひやってみてください。はい、今日は最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が役に立ったよっていう人はぜひチャンネル登録と高評価ボタンの方をお願いいたします。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。